上の鮭食べたらもう鮭ないけ悲しい。たらこは中にいますね。本当？え、上いる？ありがちですよね、こういうのに。あ、痛い。上に乗せてるだけ。あ、まあ、なんということでしょう。すいません。どうも。いただきます。お疲れ様です。ちょっと今日、ラブリーポップスのお三人に来ていただいたんですけど、はい、ちょっとすみません、勉強不足で、はい、僕がラブリーポップスの知らなくてですね、うん、なんかこう、どういったグループなのかっていう話をご飯食べながらに伺いたい。飯に夢中すぎちゃった。どういったグループ？女優さん3名によるグループっていう認識で間違いないです。です。今はこの3名でって感じですね、最終形態が。一番最初はもう、ま、あの、もううちら3人誰もいない状態の違う子で組みました。うん、途中から私と星空がサポートメンバーで入って、はい、で、気づいたら元メンバーが1人になっちゃうっていうんで、サポートメンバーから正式メンバーになって、はい、一番新しく入ったのがマリアちゃんって感じです。理解しました。いろんなことがありました。はい、そうです。あ、じゃあなんかこうあれですか、仲がいいメンバーを集めたみたいな感じなんですかね。あ、一番最初はでも全然多分違うと思います。うん、仲いい子二人と多分なんか興味ある子とかなのかなとか、うん、多分マネージャーさんが声をかけてやるみたいな感じで声かけたんだと思います。で、はい、その中のリーダー、もともとリーダーだった大森れなちゃんって子がいて、うん、そこで、私はそのれな氏と仲が良くって声かけてもらって、なるほど。って感じです。多分星空も絡みがあったからって感じだよね。多分初めましては、でもなんか事務所でなんかニコ生かなんかやってた時に初めましてして、でも別にそんな話してない。多分あんまりにも人がいなかったのか分かんないけど消去法、消去法かもしれない。消去法で一回声かけられて、うん、でも私そういうのやったことないから無理っつって一回断って、うんうん、でも2回目来たからじゃあサポートメンバーだからっていう、なんかちょっとね、そうね、最初はね、甘い言葉に囁かれて、ちょっと、じゃあメインじゃないからいいかと思ったら入ったら全然違うっていう、話が出ちゃったね、うちらね。聞いてた話と違ったっていう、気づいたら。お母さん、同様な流れです。事務所に入ったタイミングで、アイドル興味あるって言われて、早い。別にもともと仲良しじゃないんですか。そうです。ラブポーきっかけ、なんか、仲良くないって言うとあれだけど、でも本当、ラブポーきっかけに知り合った感じです。はい。はい、じゃあまあ今となってはもう、じゃあ3名とも仲良しっていう。まあそうですね、うん、なんか揉めることとかはなく。基本的にやらないよね。そうだね。誰が問題視とかないんですか？うん、過去の女ぐらいですか？まあまあまあ、過去はいろいろありましたけど、うん、現メンバーは本当に、なんか、こう、いざこざみたいなのとかは、なんか、でも、本当にあのコロナで、マリアちゃんが入ってくれてすぐもうなんかライブとかもできなくなっちゃったんですよ。はい、喧嘩する余地はなかったんです、ね。そう、そんな時間もなくって感じです。プライベートでこうどこかに行ったりとかは。プライベートな、でも私とマリアちゃんはラブポ以外で、ちょっと前まで私が歌舞伎町でお店やってたんですけど、そこで一緒に働くきっかけになった感じです。ラブポに入ってくれたことがきっかけで。うんうん、首を振ってましたけど、じゃあ星空さんは全然。私はマジでビジネスライクの。でもその距離感がまたいいんだよね。だから逆に喧嘩しないっていうか。でもビジネスライクって目の前で言えるってことはもう仲はいい。ね、そうね。本当そう。でもなんか私も必要以上に関わろうとしないからっていうのもあって、なんか、なんか一時期ね、なんか不仲説出てたけど。あ、そう。私だけかぶられてるみたいな。そう。星空と私と他二人の子がいた時に、うん、うちら三人は酒飲みなので、レッスンとか酒飲みに行くんだけど、星空は別に他にやりたいこととかがあるから解散するんだけど、なんか星空だけなんか仲悪いのかみたいなのをファンの人たちの間でささやかれてたんだよね。違うんだよ。そう、そうじゃないよ、つって。終わった後す、あの帰るね、バイバイ、つって。そうそうそう。帰ってる。冷麺食って帰るわ、つって。アイドルグループっていう認識であったんですか？一応そうですね。一応。うん。メインは歌って踊ってです。で、一応一番最初はパンチラアイドルっていう肩書きをつけられてます。そんなあったな。あったよね。じゃあ、アイドルグループってことはちょっと恋愛とかを禁止だったりとか。いや、関係ない。やっぱ、セクシー女優が本業なので、うん、別にパコスコやってようが。関係ないね。そう、だから本来のアイドルちゃんとは全然違うので、はい、その辺は。だってもう星空なんて、ライブの MC 中に、はぁ、あ、昨日現場だったから腰痛とか言っちゃうぐらいのゆるさだったんで。それは、ラブリーポップスが許してんのか、星空さんだから言っちゃってんのかっていうのはどっちなんですか？もうなんか、あ、もう星空だしね、みたいな。でもなんか全然そんな特に縛りはなかったです。ない。これは言っちゃダメとか、キラキラアイドルでいなきゃいけないとかはなかったです。でもなんかたまに対バンとかで普通のアーティストさんたちとライブやるときとかは、
なんか普通のファンの人とかいるじゃないですか、はい、そうするとね、やっぱちょっと引いた目で見られてたよね。そうね秋葉でライブやった時マジでアウェイすぎて、なんかすごく視線が痛いとか冷たすぎて、もう二度と出ねえってやめたんだよね、秋葉でのライブ、うん、本当の純粋なアイドルちゃんを応援してるファンの人とかが多くって、はい、なんかお前らもうなんか違うぞみたいな感じですごい ね、やりづらかったよ。やりづらかった、うん、面白いですけどねコンセプトというかスタンスはなんでそこにぶち込まれたかもよくわかんないけど、ねえ、面白い、うん、そうでした。アイドル多いけど今そんな活動してないのかな。そうだね、うちらがやってた時は他の事務所さんのアイドルグループとかも結構あったので、めっちゃあったし、今本当に一気に減っちゃったんで、うん、そうなんですね、うん、やっぱそのもう僕が知らないだけです。僕多分エビスマスカッツさんぐらい、うん、そこがだから一番ね、まあ、一番最初、初代のエビスマスカッツさん、そこから徐々にいっぱいできてって、でなんかそのセクシー女優さんのアイドルだけ集めたフェスみたいなのもあったりとか、うん、あ、じゃあもうなんか、うん、そこも盛り上がりがあったんですよ、そのジャンルといいますか。そうです、そうです。だからそういう時の集まりのライブはもうファンの人たちもセクシー女優ってこと知ってる人たちしかいないんで、めちゃくちゃやりや楽しかったよね、うん、もう好き放題、あったかい感じで好き放題好き放題やってたよね、割とみんな、うん、思い出に印象残ってるイベントとかライブとかあったりしますか、うん、やっぱあれかな、ティフですかね。すごいめっちゃティフだなティフだな、やっぱでもなんか夜の部でスパークリングナイトって言って、そこがやっぱそのセクシー女優さんたちしか出ないやつ、うん、があって、それだね、3年 ?4 年連続か。出てたんだ。4年連続で出させていただきました。ありがたいこと、ありがとうございます。すごいっすよね、それ。うん。ね、あれは一番の思い出。うん。なるほど。で、このメンバーになってからが、そのコロナで出れなかったので、ちょっとそれが残念だった感じですね。うん、解散ライブは 10月の9日です。9日です。9日に。うん。なるほど、うん。場所はちなみにどこで？新宿で深田さんです。はい。はい。やります。はい、もう2度延期になってるんです。そうなんです、ね、はい、コロナでね。なるほど、今年が終わる前に。そうね今年が終わる前に。もうそうよ、私40になっちゃうんじゃないかと思った延期延期で本当に私もどうしようかと思った。あ、どうしよう、私 もう引退するんじゃないかなと思ってなるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともうちょっと早くラブリーポップさんを知れてたら勉強できたんですけど、うん、そうですね、解散の直前ということで、はい、逆にレアで、うん、レア、いい思い出です。ありがとうございます。9日頑張ってください。はい、ありがとうございます。